はい皆さんこんにちはヨガジェネレーション代表の水ずでございますいつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます今日も人気シリーズですねインドからヨガ哲学講師こちらの方です永井ゆか先生のご登場ですはいナマステなんか会うたびにどんどん赤くなっていってる気がする説 <laughs> 確かにちょっと今あの特にお祭りシーズンなんで赤きがちなんですよね なるほど、お祭り赤きがち。なんかインドの本当、手先がなんか微妙に赤。そう、なんか。うん、そう、同じ色で染めてても、この真ん中だけ黒く残っちゃうって不思議な感じなど。ど、うん、ういうこと?。わざとじゃない。<laughs> 全然わざとじゃないです。いや、いや、いいですね。インドには。先日というか、まあ、これが公開される頃には、もうすでに先日になってますけど。あの、ハッピン的なものってあるんですか?。 ハロウィン的なものってあああなんか、ちょっとやってたみたいで、街の方で、田舎では全然ないんですけれども、うん、パーティーみたいなものがあったりだとか、うんうん、あと、あのーまあ、この辺ボリュッド俳優の有名な方、とても多いので、うんうん、ボリュッド俳優の家に、あのー、子供がこがトリックアトリートって行くと、うん、お金いっぱいとお菓子いっぱいもらえるよみたいなことがあったみたいですな。るほど,なるほど <laughs> じゃあ町を挙げての何かはないんですね。なんかそうですね。まあ、若干そのお店のデコレーションがとかはあるんですけど、うんうん、そんな大きくはないです。今年の日本はね、あのなんかほとんどなんかそのあるある種盛り上がらなかったというか、なんか規制がいろいろあったみたいで。 人があんまりこう集まって、なんかあの韓国で起きた雪崩になってこう倒れてみたいな、ああいう事件が起こらないようにっていうので、結構、渋谷とかも静かだったみたいな。えー、意外ですねそういや。なんか、そう、今日ね、何を聞こうかななんてこう話し出してますけど、なんかこう、そう、まあ、どんちゃんランチギ騒ぎっていうのは、まあ、とても。 うん日本っぽくないというか貧困法制な日本人まあ気質っていう意味ではまあおとなしく過ごすっていうのは良しとされるのかもしれませんけれどもなんか違う角度側面で見るとなんかこう、まあ、お祭り的な,なんかワイワイみんなが集って騒ぐっていうような部分もやっぱり社会には必要なんじゃないかなみたいなうんっていうのはまあ両側面あるなと思ってて。でこと 最近こう世の中はなかなか特に日本だけなのかなどうなのかなあんまりなんか元気がないようなそんな社会殺伐となんて言ったらなんかニュアンスがどうなんだろうネガティブすぎるのかもしれませんけれども少しなんか先行きの不透明さとなんか ポジティブでうおーってなるかネガティブにちょっとしょぼんってなるかで言うとなんかどっちなのかなみたいなのはなんか言わんとしたいことをこう何か汲み取っていただければ幸いですけれどもなんか今日はまあこういう時代こそま,あまさにヨガ哲学なんじゃなかろうかと。うん。はい。 まあ、言語化してね元気がないって言っちゃったらもうなんかみんながそういうなんか言葉って言霊だからあれだけどなんかちょっと今のこの世の中に対してじゃあ今日はまあすごい漠然としたこうボールの投げ方ですけど <laughs> 何かありがたいお話ってありますみたいなそうそういえばなんか人が集まってわっとムーブメントを起こすって思い出したんですけれども <laughs> インドが独立した時のお話ってとても有名だと思うんですけれども。えー マハトマ・ガンディさんっていう方が筆頭になって独立運動まあもちろんたくさんの方が活動していた中の1人がマハトマ・ガンディさんだったんですけれどもイギリスからの独立を目指したっていうことで活動されてたんですね。で普通そういった独立戦争みたいなものってたくさんの血が流れて悲しいことになってしまうのが普通 ですけれどもガンディさんが何がすごかったのかっていうと自分はヨガを信じてるからだからアヒムサを絶対守り抜くんだっておっしゃって<ー>でアヒムサを貫いたま,まあま独立活動を行ったっていうので、うん、とても有名な方だったりするので面白いまさにあのガンディがもちろん正式名なんですけど日本ではあのガンジーガンジーっていうあの人ですよね。 はいいい私も小さい時ガンジーっててう映画を見なるほどそのガンジーさんまあ今日日本の動画なのであえて分か,分かってますよという意味でご理解いただきたいですがガンジーさんはじゃあそのアヒムサまあまさにヨガでは最初の方に出てくる非暴力的なものをまあ、うん、スタンスを崩さずに独立運動を成し遂げた、うん、ということですか、うん そうなんです。あまり知られてないんですけど、はい、あのすごくヨガ哲学に精通されてた方なんですね。うん、で自身も毎日バカバットギータを読んで毎日ヨガの実践を行ってたっていう方なので、うん、なので実はあのーまあ、それだけ大きなインドの独立みたいなことをされるのにも、うん、どういった考えで行ったのかっていうのを理解するのにヨガ哲学を通して見るのがとても良かったりします。 でその中でエネルギーを持ってたのが、うん、そのアヒムサっていうものが、とても重要にってきます、うん、なるほど。じゃあ、アヒムサに関しては、ね、この動画のシリーズでも何回か,なんか出てきた、まあ、もちろんそのタイトルも探せばあるでしょうけれども、なんかそのガンジーさんが唱えたアヒムサとはみたいな角度って、どんな話なんですか何か違いがあったりとか。はい そうですね、あの、まあのま活動自体はもう本当に単純にあの敵に攻撃されても自分たちは攻撃しないっていうのを貫いたんですけれども、うん、そのただ単純にあのー、相手を傷つけなければいいっていう、あのー、短絡的なものではないんですね。うん、でご自身が普段考えられていたものを、まあ、あのー 投獄されているとき、獄中の中でたくさんあの記していらっしゃるんですけれども、それがすごく意味深くて、はい、実は暴力の中にも非暴力がある。ヒンサーの中のアヒムサーっていう言葉を使っていらっしゃるんですけれども、うん、ちょっと想像つきにくいですよね、暴力の中の非暴力。暴力はい表の裏の表は裏だ。<laughs> なんかよくわかんない。<laughs> でこれは何かっていうと、何が本当に相手にとって暴力か非暴力かっていうのをちゃんと考えていくと、うん、パッと見では判断できないことが多いですよっていうのを教えてくださったんですね。おお、面白い。すごくわかりやすい例で言うと、うん、うん例えば、あのー、アルコール中毒であったり、何かこう困ってる方がいるときに、その人に そのただ、今の苦痛をあの和らげてあげたいと思ったら、多分お酒を飲み続けているのが一番、その一時的な苦痛っていうのは少ないんですけれども、うん、それは本人にとっては全くいいことでない。うん、であれば、今、その瞬間、この人はとても苦しんだとしても、この人からアルコールを取り上げることの方が優しさなんじゃないかなっていうのを考えたんですね。うん でもっと言えば、まあそのアルコールについてはその人の未来を考えてなんですけれども、未来がない場合にも当てはまりますよっていうことで、うん、インドっていまだに狂犬病で毎年たくさんの方が亡くなるんですけれども、狂犬病ってもう、感染して発症しちゃったら98%は亡くなってしまうとても怖い病気で。なるほどで 発症してしまうと、本人すごくいろんなところが痒かったり痛かったりして苦しいので、で、犬が感染すると、そのむずむずを解消するために他の犬だとか人を噛んじゃって、で、それで感染が広がっていくんですね。で、あれば、この目の前の犬の苦しさにどうしてあげるのか、そのまま放置していくと、 犬本人もとても苦しいし、うん、周りの人も感染してしまって、もっと苦しくなるっていうことで、うん、それであればあの、殺すっていう暴力を行った方が、あの100%で死んでしまうのであれば、うん、少ない苦しみになりますよね、うん、っていうような考え方もありますっていうことで、実は私たち、日頃から、こう、うん、なんだろう、相手を傷つけないためにって簡単に、うん、うん パッと見で行っていたことが、本当にそれは非暴力なんですか、うん、逆に何か、例えばちょっと苦しいこと、辛いことを言われてたからといって、バッと怒るんじゃなくて、実は相手は私のことを考えて言ってくれたんじゃないかな、みたいな、こう裏まで見ましょうねっていうのが、ガンディさんが提唱しているアヒムサの考え方になります。面白い。暴力の中の非暴力、よくわかりました。 その犬の保険病の話、<laughs> すごいわかりやすいな。うーんなるほどな。なんか、うん、優しい世界であってほしいですね。いや、本当にそうですよね。もうこれもやっぱりどれだけその相手のことを本当に深く考えられるかなってことだと思うんですね。そうですね。なんか、うん、うん、なんかこう、 今の話、いや、もっとなんか掘り下げて、ライブで今度お話ししたい。<laughs> <laughs> ですね。いや、今日はね、あの時間が10分ちょっとしかないから、でも、自分にとっては結構刺さったというかなるほどなーって、相手のことを立場で考えたらば、暴力の中の非暴力、うん、わかるなって思うし。 でもそういう相手を思いやる気持ちとか相手の立場に立ってということ自体が希薄化している世の中にもな、ちょっとなってるのかなっていう、うん、さらにその一歩手前のなんか世の中のせちがらさみたいなのが今僕がちょっと無言になりかけたところなのかなという。うんうん、で、なんか、幹蔵も最近、あ、なんかちょっと疲れてるかもなとかっていうタイミングがあって、なんかそれがなんかそこなのかなって今聞きながら、 なんかこう今、多分、世の中全体が余裕がないというか、特にこと日本人は特に、から相手のことを考えてあげれないというか、自分のことでいっぱいいっぱいになってしまってるみたいなところってあるのかなと思うから、なんかその辺今日はちょっと時間ありませんけれども、また <laughs> ライブとかでいろいろ話したいと思いました。皆さんんにははどうう聞こえましたでしょう <laughs>、はい、うん あの、ガンディさんがすごかったのって、自分がこう、植民地として、もう無謀な税金をかけられて、もう生活もみんな苦しいっていう時に、ほ、ほとんどのインド人はイギリス攻撃して追い出そうって思ってた時に、攻撃しないで相手からは、 こう不条理なことを言われても自分はまっとうな方法で意見を訴えようってなかなかそれってできないですよね。相手であっても相手の,その立場があるっていうことを考えた、うんうん、その結果インドって今独立しましたでいつの間にか IT 大国になってましたっていうことで何かそこにねヒントを得られたらいいかなというふうに思ってます。いやありがとうございます。とてもなんか不意になんかすごい漠然とした投げ方をしたのに。<laughs> ちゃんとずしっとこう心に刺さる着地点さすがでございます。ありがとうございます。はい。そんな皆さん長井由香先生の哲学講座面白いでしょ何をこう投げても、うちゃんとピントが 会う返答をしてくださるっていうのはゆかさんなのかな。しかもそれがまあ分かりやすい例えであるっていうところでね、ゆか先生と毎月のように、えーまあ、4時間ぐらいでね、まあ、スートラだとかギータとかあのプラディピカとかね、いろんな哲学書をね、まる、あ、っと腑に落としましょうっていうような講座がね、大人気でございます。概要欄にね、あのスケジュール載せておきますので、11月、12月、まあ来年続けてとね、いろいろありますのでね、チェックしてみてくださいということで。ゆか先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。僕も あの、アヒムサの気持ちを忘れずに日々精進していきたいと思います。それでは皆さんまたお会いしましょう。ではでは。